じゃあパート4ね、佐世のを再開していきたいと思います。これで最後かな。天井に向けてバウンスさせしたらいい感じに映りました。ちょっと今暗い感じですけど、もうだいたい全て見たと思うんですが、まあ、ちょっと一部紹介できてないところもあるかと思うんですが、一旦これで終わりたいと思います。はい、あれ前これかミネラルウォーター飲んだんだよな。やっぱり水がいいんですね。ちょうど2時間以内に収まりました。ちょっとこれからちょっと食事行ってみます。じゃあこれでちょっと撮影の方もね、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。